どうも、ありがとうございます。今回はタイトルかサムネイルに春休みというキーワードがもしかしたらね、入ってるかもしれません。で、それを見た方は、ちょっと待てと。今日2月21だぞと。まだ春休み入ってないぞ。気が早くねとね、思った方もいるかもしれないんですが、これ気が早くないです。で、なぜかっていうと、春休みをうまく活かせるかどうかは3月にかかってるからです。なので今回はですね、例えば進級先、新しい学年に行った時に、まあ、ちょっとね、今までの自分を変えたいとか、もっと頑張れる、努力できる、成績を上げる自分に変わりたいと思う方は、ぜひ今回の動画最後まで見てみてください。今回は主になんで3月が大事なのかっていうのを逆算して説明します。いいですか。でもう一個が、じゃあ3月に実際どういったことをやればいいのか、どういったことを意識すればいいのかっていうのを軽く触れて終わりたいと思いますので、まあ、そんな感じで、ね、聞いてみてください。中学生や高校生の方って1年間のうちに何回か大きなテストがありますよね、まあ、中間考査、中間テストとか期末テストと言われるやつです。あとは学年末とか、まあ、模試も入ってくるんですけど、どうしても中間期末って成績にドーンって入ってくるから、まあ、比重がね、ウェイトが重くなると。でその中で、まあ、1年間何回かあるんですけど、一番大事なテストってどこだと思います？まあ、これはいろんな意見があります。でも私は決まってます。それは1年間の最初にあるテストです。最初の中間テスト、ここが絶対一番大事だと思ってます。なぜか、それは自分の立ち位置が分かっちゃうからです。特に新しく高校1年生になる方はすごく大事で、まずメンバーが変わりますよね。進学してくるメンバーはその地域だけじゃないので、中学校とメンツが変わるわけです。で、例えば学年に200人の生徒がいます。で、高校入試を受けた時に、じゃあ成績が150位、まあ順位出ないですけど、150位ぐらいの実力で入学したとしますよね。150位ですよ。でも、最初の中間テストで、まあたまたまと言ったらあれですけど、いろんなことが噛み合って、30位を取れたとします。いいですか？入った時は150位の得点だったんですけど、30位を取れる。そうすると、どう思うかって、あ、自分はこのメンバーの中で30位ぐらいの実力なんだって自分に思うことができるんです。で、これ逆のパターンもあって、入試の時に30位くらいの得点が取れてたのに、最初のテストうまくいかなくて150位ぐらいを取ってしまったら、あ、自分ってこの学年で下の方なんだって思いますよね。で、これ人って思い込みの力ってすごく強くて、その位置なんだと思っちゃったらそこを変えるのってめちゃくちゃ難しいんですよ。だから、まあ、ラッキーではないんだけども、ラッキーとかね、いろんな要素が噛み合ってでも、最初のテストは絶対上の方を取った方がいい。一番勉強してほしい。でも、やり方とか、新しく高校入ってね、勉強のさ、科目とかも変わってくるから、勉強のやり方がわからない中で、うまくいかない方が多いんですよ。だからそこで、なんとか上を取る。これがすごく大事になります。で、これは新しく高校1年生になる方だけじゃないです。新中3、新中2とかね、新高2、高3の方もそうです。そうするとメンバー変わんないじゃんって思うじゃないですか。高校2年生の時にじゃあ200人中150位だったのに、高校3年生だとメンバー変わらないから、だからそんなね、あがいても変わんないでしょって思うかもしれないんですけど、でも新しい学年ってやっぱ1個の新しいスタートなんですよ。高校3年生ってスタートになる。で、実際高校2年生から高校3年とか中1から中2に上がって学年が変わって最初のテストで大化けする人っていっぱい見てきました。それはいい意味でも悪い意味でもです。中1の時に学年で10番以内に入ってた方が中2のスタートで100番ぐらい、3桁近く取ることとか普通にありますからね。逆もしかりです。だからそれだけスタートってすごく大事なんです。これをまず覚えておいてください。じゃあスタートのテストうまくやるにはどうするかっていうと、やっぱり春休みを活かさなきゃいけないんです。でもそれは2期生、まあ、2学期制とか3学期制によってテストの時期は変わってきます。でも春休みって実際あんま長くないじゃないですか。まあ、卒業生だとね、長くなることもありますけど、まあ、2、3週間なわけです。だから2、3週間ぐらいじゃ変わんねえよって思うかもしれないんですけど、春休みって基本的に勉強しないんですよ、みんな。宿題出ないところも多いので。だから周りがやらないんですよ。ワクワクしてきません？自分やったらめっちゃ伸びますよ。だって普段はみんな勉強してんだから。みんなが周りも勉強伸びてる中で自分がそれ以上に伸びなきゃいけないんですよ。止まってくれるんだぜ、春休み。だからこそチャンスなんです。だから春休みをしっかり活かして自分の力を伸ばした方っていうのは確実に4月からいいスタートが切れます。じゃあなんで3月が大事なのかっていうと、3月ってまあ頭でまだね、テスト残ってる方もいると思うんですが、後半ってもうテストないですよね。で、テストがない。で、春休みも、まあ、勉強しなくても困らないんですよ、実際。だから、1年間だから多分一番やる気が出ない時だと思います。必要性を感じないから、勉強の。なので、
やる気が出ないので、じゃあ3月にね、やる気が出なくて勉強しませんでした。いや、春休みになったら頑張るから。頑張んないよ。頑張れるわけがない、そこで。3月でやる気が出ない時にそこで踏ん張れるから、そこで自分の中で計画を立てて自分にフィットしたものを見出せるから、だから4月も頑張れるんです。で、こっからは3月に実際何をやったらいいかってところにも繋がっていくんですけど、3月猛勉強しろとはみじんも思ってないです。あ、もちろんね、そのできるエネルギーとモチベーションがある方はガンガンやってください。でも基本的にはやる気が出ないんです。出ない。だから、やる気が出ない時だからこそ、量と時間をしっかり調節するんです。例えばテストが2週間後にあるとか、受験がね近づいているだったら、もうやんなきゃいけないことが分かっててやるじゃないですか。でもそうじゃないんですよ。目的が新しい学年の最初のテストなんて遠すぎる。だから目標がはっきり決まらないから、今自分でやることをしっかり決める。で、今やる気がない中でもこの量だったら今日はやれるかなっていう自分と向き合って量を調整するって。モチベーションが上がらない、やる気が出ない時の自分をコントロールできる人は、モチベーションが上がった時、やる気が出てきた時にめちゃくちゃパワーをさらに出せるようになるから。だから勝負なんです、今月は。いいかな、そういった意識を持って過ごしてください。で、最後によく来る質問で、予習と復習どっちがいいんですかって質問をされます。で、これは基本的に復習でいいと思ってます。なぜかって、予習は難しいからです。例えば高校1年生に上がる前に学校から課題が出てて予習指定されることあるんですよね。そういった時はやってください、ね、そうやるべきことが分かっているので。ただ中2から中3上がる時に中3の教科書を見て予習やろうと思っても、やっぱり自分の力で新しい単元をこう読み解いていって理解していくっていうのはなかなか難しい。もちろん自分の動画とか他のコンテンツを使ってやりやすくなることはあります。やってみて、あ、できる、いけるって思うんだったらそれでいいです。ただ予習やってみてなかなかうまくいかないなと思う方は、今まで勉強したものをしっかり復習していきましょう。それで十分だから。で、さっきも言ったみたいに猛勉強しろってわけじゃないの。自分で決めた量をちゃんとやってこなしていくって、それを毎日継続する。いい、3月のテーマは継続だから、自分で決めたことを継続してやり抜くっていうことを意識して、ぜひいい1ヶ月にしていってください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、いつもはですね、締めのところでまた来週の月曜日に何か喋っていくんで、よかったら見てみてくださいみたいな話をするんですけど、今週はちょっと違う話をさせてください。なぜかっていうと、来週喋ることが決まっているからです。で、これはですね、ここ2年ぐらい、特にこうコロナがね、コロナ禍になってからすごく感じてたことで、いろんな方の相談をこう受けたりとか、講演会とか行っていろんな方と話をすることがあったので、その中で感じてきたことを、来週の月曜日に伝えさせていただきます。おそらくノー編集のこう喋るだけの動画になるかと思うんですが、今週だけはよかったらじゃなくて絶対に見てください、受け取ってください。もちろん受け取ってなんだそれってね、なるかもしれないんですが、来週の話は本当にね、多くの方に聞いてほしい話なので、ぜひ来週の16時半にまた投稿しますので、そちらを見てみてください。ということで、今週1週間またね、頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。